ニュースマグビです。報道ステーションなどを担当するテレビ朝日の森川祐希アナが就活当時のエピソードを語りました。アナウンサー試験は友人から一次選考の締め切り1週間前に誘われてダメ元で挑戦したという森川アナ。試験会場では同じ学生なのにこんなに完成されている子がいるのかとものすごく引け目を感じました。服装もリクルートスーツでかっちりまとめていたら一人だけ喪服みたいで浮いてしまったこともと当時のことを振り返りました。アナウンサー試験に向けて慌てて白いワンピースを購入したそうです。ニュースマグビ